北朝鮮では軍民関係が非常に重要視されており、これは文字通り軍人と民間人の相互関係を指します。この関係が良好であることは国家の安定に貢献するとの考え方が根付いており、そのためには民間人が軍人に対してご馳走を振る舞ったり慰問品を送るなどの行為が期待されています。さらに軍人が民間人に対して犯罪行為を働いた場合には、それが軍民関係を毀損する行為とみなされ厳しい罰が科せられます。しかし最近、朝鮮人民軍、北朝鮮軍が故意に軍民関係の毀損に乗り出したという報道があります。具体的には朝鮮人民軍総政治局が各部隊に対し、部隊の許可なく住民と接触した軍人を処罰することについての指示文を発令し、社会安全省も特別な理由なく軍人との接触を試み、軍人の警備区域を侵犯した者を厳重に処罰することについての警告文を人民班、町内会に発令したとのことです。報道によれば、最近では軍人との挨拶すら難しくなり、会話を交わすことが危険視されています。軍人と民間人が接触した場合、双方が尋問を受け、事実確認書を提出し、その内容に齟齬がないことが確認されるまで解放されないという状況が続いているようです。この一連の軍民関係の変化には、様々な違法行為が絡んでいるとされています。例えば、市場での医薬品やガソリン、食料、軍服、塩などの流通において、軍人と結託した民間人が関与しており、これが市場経済の運営に不可欠であるため、軍人たちは配給を得られずに困難な状況に直面しているとされています。最後に、軍民一致の原則を崩さないためには、金正恩総書記が取り組んでいるものの、その成果がどれほど出るかは不透明であり、軍人と民間人の相互依存関係が断ち切れるかどうかは今後の動向次第と言えそうです。最近、北朝鮮当局は韓流コンテンツに対する厳しい取り締まりと処罰を一段と強化しています。昨年4月には、22歳の若者が公開銃殺される光景を見せられたという報告があります。この青年の公開銃殺の様子を目撃したのは、北朝鮮から脱出した人物であり、おそらくこれが最新の処刑に関する情報となります。この目撃証言からは、北朝鮮の反動思想文化排撃法が最高刑を死刑として厳格に適用されていることが再確認されました。北朝鮮で韓流コンテンツに対する取り締まりが厳しくなり、その過程で処刑が行われるようになったのは2015年頃からです。当時、米政府系のラジオ、フリーアジアが韓国と通話したという罪状で女性3人が銃殺されたと報じましたが、後の調査で動画ファイルの販売が実際の理由だったと訂正されました。私たちは当初、韓流ドラマを流通させただけで北朝鮮当局が処刑することはないだろうと考えました。しかし調査の結果、女性たちが販売していた韓流ドラマが1998年に放送されたツツジの花が咲くまで出会った可能性が高いことが明らかになりました。このドラマは1995年に脱北し韓国に亡命したシン・ヨンヒ氏のエッセイを元にしており、脚本家のチョン・ソンサン氏も脱北者でした。内容は喜び組の日常を描いており、キム・ジョンイル氏の生活を描いたものでした。このようなドラマはキム・ジョンウン体制にとって都合の悪いものとされ、そのため韓流ドラマを販売したことよりもむしろその内容が処刑の理由であったと考えられます。当局はこうした罪状を明らかにすることが逆にドラマへの興味を引き起こすことを警戒して、通話云々の話で真実を隠蔽したとみられます。しかしこの頃ではドラマの内容などに関わらず処刑が行われているという状況が続いています。2015年当時、これほど厳しい事例があるとは考えていませんでしたが、金正恩総書記の残忍さはそれをはるかに凌駕していると言えるでしょう。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。